おはようございます。最終日の今日は2019年11月の6日日曜日、 JR 北海道札幌駅から最後の旅です。ただいまの気温は 11.1 度、朝のひんやりとした空気大変心地よいですが、東京であればもう冬です。駅前の花も、花っていうか木か、こんな感じで色づき始めています。結構ね、札幌駅前のこの植わってる木が私は好きですけど、冬になると全部葉っぱも落ちます。これから乗りますのは宗谷本線に直通をする特急列車宗谷号、稚内まで5時間出ましたが、実はですね、もうそれほど時間がありませんので、もういつものパターンなんですけども、ちょっと急がないとやばいな。最終列車は札幌行きの特急列車宗谷号です。 JR 北海道の中で一番長い運行時間というわけではありませんが、しかし相当な長距離列車、東京から愛知県の豊橋まで行くのと大体同じぐらい、およそ400キロをひた走ります。終着の稚内までおよそ5時間です。札幌駅の出発時刻は7時30分で、ちょうど向かい側に止まっている室蘭行きの特急列車すずらん号と同時の出発をします。これは毎朝同じ時刻に2つの列車が札幌駅を出ているというわけで、毎朝このように札幌駅を同時に出発する、なかなか迫力のある風景を見ることができます。札幌駅では時折こんな風景を見ることができますが、これもまた名物の一つ、毎朝の札幌名物を最後に皆さんにご紹介することができました。ただ同時に列車が出発するといっても、それぞれの列車が横にぴったりと並んで走るかどうかは、まあその時次第です。今回はかなりいい走りを皆さんにご覧に入れることができたと思います。これはね、本当に運が良くなければこうなりませんからね、片側がちょっと遅れたりとかすると、もう全くそこから先お互いの列車を見るということはないのです。札幌からしばらく東へ進んだところ、平和というあたりまでずっと2つの列車は並走することができます。向こう側は千歳線、この旅では千歳空港や千歳飛行場などを皆さんにご紹介しましたが、そちら方面に向かっていく本線、そしてこちらは札幌から旭川方面に向かっていく線路で、途中の平和まで真横に走るわけですが、こんな感じでね、こっちが抜くかなと思ったら今度また向こうが抜き返すわけですよ。そして最終的に一度この列車が抜きかけて、その後もう一度向こう側のすずらん号がこの列車を追い抜いていったところで、この並走はちょうど終わりということになりました。いや本当に今回の旅はね、全部を通して運が良かったと思うし、もっと言えば私はいろんなところで本当にこう様々な幸運を掴んでいると思いますけど、まあ何なのかな、多分ね、いろいろといろんなことをやっているから、そうするとラッキーに出会う確率も高まるわけですよね。運がいいという体験をしたいのであれば、いろんなことに、挑戦したりとか、せめていろんなところに首を突っ込んでみると、そうすればその回数が多くなればなるほど幸運に巡り合うことも多くなるんじゃないでしょうか。それから先は昨日もご覧に入れました函館本線の景色、本日最終日は非常に良い好天になりました。これも本当に幸運なことです。さて札幌駅ではいろんなものを買ってきました。このように積んであるわけですけれど、なんだって本日はね、もう稚内に着いたらば、それから先予算の制限がなくなりますから、宿泊費とか午後の活動費用とか、そういうのも全部加味しなくて良いので、今日はね結構リッチな一日になりますよ。この旅で一番豪華な日でしょう。札幌で買ってきた駅弁石狩鮭めしは、ここにも書いてあります通り大正12年からのロングセラー駅弁と書いてあります。ちゃんとねイクラが全般的にまぶしてあって、ケチったりしないんですね。なんか私前ね一箇所だけこう鮭のこのイクラかイクラをこう散りばめて、北海道の穴が開いてるところからは鮭が見えるんだけれど、しかし他のところはねイクラとか随分まばらになってるなみたいな、そんななんかせこい売り方をしていたような記憶があったんですけど、それはね私の勝手な思い込みだったようです。この弁当の隠れた名物は奈良漬けです。奈良漬けがついてましてね、結構美味しいんですよ。いやしかし素晴らしい景色、函館本線の岩見沢から滝川までの間、こんな景色が続きます。そしてまた深川から旭川の間では、このようなトンネル区間、これもねなかなか美しい車窓だと思いますよ。この列車は今函館本線の終点旭川にいたり、そこから先は宗谷本線に入ります。宗谷本線は旅の、今回で言えば2日目に当たりましたかね。それで全線途中小さな駅などを途中下車しながら皆さんにご紹介しましたが、この路線がこの旅の本当に最後に乗る路線ということになります。もうこれから先下車駅はありません。終点の稚内までスムーズな、そして天気の良い北海道らしい列車の旅をお楽しみください。旭川を出てからもまたこのような高架からの景色、しかしこれがこの旅で最後に皆さんにご覧に入れる大都市の景色ということになるでしょう。
旭川はね、今回はもうちょっと予算に余裕があれば旭山動物園など行こうとは思っていたのですが、結局思ったよりも予算は少なかった。まあでもね、思ったより予算は少なかったのは、私が競馬をやってどんどんすりまくったせいでして、まあ、それまでは本当に充実した旅をさせていただいておりました。それから先しばらくパソコンで最終回の様子を編集していました。まあ、本当はねまだ他の回の編集が終わってなかったんですけど、やっぱり今日は最終日ということで、自分でもまたこれまでの旅を振り返るようなことをしてみたかったのです。今通過したこの駅は2日目で皆さんにご紹介しましたゴーストタウンの駅オノップ内、オノップ内の動画は本当に多く再生していただきました。誠にありがとうございます。しかしどの動画も本当に多く再生していただきました。10万再生なんてね、私の動画群の中では珍しいんですよ。それがもう次々連発。おそらく将来的にこのシリーズは全て10万回以上再生していただけることでしょう。本当に幸運なことです。ありがとうございます。終着の稚内が近づくにつれて、これもまた運の良いこと、本日は利尻島がよく見えるそうです。これね、利尻島ってなかなかそんなによく見える日はないんですよね。これはもう稚内に着くのが楽しみですよ。これなんですけど、最後にまた皆さんにご紹介する名物としてですね、私が北海道に来た時に動画撮る撮らない関係なくよく食べるんですが、まあこれ本当は函館名物なんですけどね、札幌で買いました五勝手屋羊羹、宮内庁御用達ってことなんですけど、キャップを取ってウニューって上に出して糸で切って食べると、まあ視聴者の皆さんも私が紹介しまくっているから見慣れたお菓子でしょうか。これ本当に美味しいんですよ。まあ美味しいから食べてるんですけどね。さて今通過いたしました駅は稚内駅、これから先もう通過する駅もありません。次の停車駅南稚内、皆さんもご紹介した駅です。あと10キロで到着とのこと。この稚内駅と南稚内の間にはこのように日本海を眺められる区間があります。右側が礼文島、左側が利尻島。いや本当に今までね、私宗谷本線多分10回とか20回とか乗ってますけどね、この辺も頻繁に乗ってるんですが、これほどよく見えたことはねありませんよ。本当にねありません。今までで一番です。この記念すべき日本一周の最終回において、これまでにない素晴らしい眺めをここで楽しむことができた、これ以上の幸運はそうはありません。実はね、稚内と南稚内の間は意外と長いんですけれども、もう間もなく到着のようです。まもなく南稚内、南稚内です。停車時間がわずかです。降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いします。出口は右側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。南稚内の次は終着稚内です。まもなく南稚内です。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at 南稚内。南稚内に到着。この駅はもともと稚内駅として開業した駅 で、その後線路が延伸されたので、現在の稚内駅はこれより北のところに移りました。終着稚内は次の駅です。見慣れたアザラシの合図、これが本当に最後の区間です。これまでのご視聴誠にありがとうございました。しかしこのチャンネルは別にこれで終わるわけではありませんので、ぜひとも今後もスーツ旅行チャンネル、そしてスーツ交通チャンネル、まあ、それから背広チャンネルもご覧いただきたいと思います。まもなく終着稚内、稚内です。どちら様も忘れ物のないようお支度ください。この旅を通じて皆さんに私がお伝えしたかったことをもう一度繰り返しますが、この若さを伴いながら夏休みほど何かに取り組むような時間を手に入れるということは人生の中ではまずもうないということです。だからやっぱりこの若い時間の素晴らしさを若い皆さんには知っていただきたいし、それからまあもういわゆる若者ではなくなってしまったけれど、しかしこれからの将来が長くあるという皆さんにも、また今の自分が人生の中で最も若い状態であるのだということを実感していただいて、そしてそのやはり若さを活用していただき、人生を十分に楽しんでいただきたいと私は本当に心から思っております。
私もね、小学生の時とか旅行連れてってもらってよく思ったことなんですけど、2泊3日の旅行の最終日、帰る日とかになるとね、その旅が終わるのを非常に名残惜しいと思う。まあ、そんな経験をよくしましたし、多分視聴者の皆さんもね、そういうことを考えた経験はあるんじゃないかと思いますが、まあ、今の私の心境を皆さんにお伝えするとすれば、別にこの旅が終わることを残念だとは思わないし、寂しいことだとも思わないし、むしろ明後日からまた大学に通わなければいけないわけですけれど、その大学の授業がまた始まるということについても、まあ、むしろ新鮮で、ぜひそれを受けてみたいなという気分になっています。まあ、これはね、もうこれだけ徹底的にやり込むと、終わることについてそんなに名残惜しいと思わないということなんですね。まあ、それはね、やっぱりもちろん大変だったっていうことも関係するだろうなと思います。この旅は本当に大変なものでした。過酷でしたよ。過酷だけれども楽しかったけれども、やはり過酷でした。こういう過酷な思いをしていると、なんか何も変化がなくてね、ただ安定しているだけの変哲のない暮らし、そういったものもやはりちょっと面白いかな、やってみたいな、そんな気分になるものです。だからね、それはそれでやっぱりいいものなんですよね。何の変哲もない、変化のない暮らしっていうのも、若いことを失う、まあ若い状態を失うっていうのは寂しいし恐ろしいことだとは思うんですが、まあ一方で大体の場合、まあ若くない代わりに人は安定とか安らぎとか、そういったものを次第に手に入れるんじゃないかと思います。だから私もこの旅を通じて自分なりにね、考えてみたんですけど、年を取るっていうこともそんなに実は悪いことじゃないのかもしれませんね。まあ今後ともいろんなことを自分でも考えるでしょうし、その時皆さんにまた思ったことをお伝えして、何かお役に立てることができれば何より幸いです。稚内に到着いたします。出口は右側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。特にお子様連れのお客様は手を離さずにお降りください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。またのご乗車をお待ちしております。皆さん、この最終回まで長い長い動画のご視聴本当にありがとうございました。中にはね、旅行が好きじゃなくてただ単に私のことを見るのが好きだと、まあ、そういう風にこの動画をひたすら再生し続けた方もいらっしゃったかと思います。もちろん私の生活のために、自分の必要以上に、また自分の時間をある程度犠牲にしてまで私の動画を再生してくださったという方もおられると思います。皆さんにお伝えするとすれば、まあ、旅行とかね、そういうことはどうでもいいんですけども、ぜひご自分の残りの人生を、私もいつか死ぬのだということをいつも考えながら、日々自分の人生をどのように楽しむかということを考えて生活しておりますので、残りの人生を本当に楽しんでください。それが私からの一番の願いです。どうもありがとうございました。まあ、まだこの動画は続くんですが、稚内です。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。まあ、ただね、これが私にとって初めての稚内来訪とかだったらすごい感動的だったんでしょうけど、まあ、私はもう稚内には散々来ておりますんで、これ暑いなとかそういう感じはしないですよね。あ、また稚内来たなー、もうそんな程度です。なんか私のね、地元の最寄り駅と稚内駅の利用頻度がね、同じぐらいになってるとかいう説もありますんで、これがね、あんまりにも旅行頻繁にするのもどうなんだって、それはね、正直思いますけど、でも着いたなっていう感じはしますよ。旭川から240キロ、日本最北端の駅稚内です。いやー、皆さんおかげさまで、本当におかげさまで、もうありがとうございました。無事にここへ戻ってくることができました。別に稚内は私の家ではないんですけども、なんかもう自分家に帰ってきてる感じがします。長く辛い2ヶ月間だったけども面白かったです。青春時代をね、思い返したような気がします。人間はいつでも若返ることができるとは言いませんが、でも確かにお金を使うことが世の中の楽しみだけ、それだけが楽しみなんじゃないというのは、それは皆さんにも分かっていただけただろうし、また今回の旅を通じて皆さんに若いということの重要性、それをお伝えすることもできたと私は思っております。そしてまた皆さんと一緒に2ヶ月間、皆さんもですね、再生数を絶やさぬよう努力をしていただいたようで、なんとか朝の10時までに再生をさせられるようにと、予定などを調整してくださったりとか、妙に早い16時って普通の人はまだね、リラックスするような時間じゃないですから、16時のプレミア公開に、時間を都合つけて合わせてくださったりという方も大勢おられたと、伺っております。本当にありがとうございます。
で、そしてまた道中で多くの視聴者の方にもお会いいたしましたが、その時にですね、視聴者の方から今何をされてるんですかという話をよく聞かれました。なんで今日はここにいるんですか、まあ、それはもちろん日本一周旅行をしているからそこにいるわけなんですが、多くのその街であった視聴者の方は私が今日本一周旅行をしているということはご存知ではないようでした。ですね、それはいいんです。動画に、ね、興味がある人が全部が全員セビロチャンネルの視聴者の方とかもいますので、私が日本一周旅行をしているということについて興味を持たれているかといえばそうではないでしょう。でもね、だからつまり何が言いたいのかっていうと、私のことをご存知の方っていうのはもう世の中にいっぱいいるわけですよ。街で話しかけてくる方もうしょっちゅうですよ。この稚内でも 4、5人話しかけられました、さっき着いた時ね。ですけども、その中でも、このようにですね、日本一周の動画を今ここまで見てくださって、そして、最後までずっと再生数の増加をこう願って応援してくださった方はその中でもごくごくほんの一握りだということです。だからそういった方は別にいいですよ。毎日全部が全部ね見ていただかなくてもいいの。応援する気持ちを持って動画をポチポチとこう再生してくださって、そういう方がですね、もう全体のごく少数だということは分かっておりますので、それに対してそういううちのチャンネルの中でもまたさらにごくよりすぐりの皆様に対してここで深々と本当に頭を下げさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。無事にこのように帰ってくることができ、また旅行自体もですね、私が思っていたよりもかなり充実した動画が撮れたんじゃないかと思っています。夏休みシーズンが終わってから再生数は若干の減少が見られましたが、しかし、ほとんどですね、あれは減っていないと言っていいんじゃないかな。やっぱり夏休みが終わってから減ったけれども、3連休とかね、そういうことがあるたんびに再生数がググッと上がって、結局のところ最後の方まで、一番最初の頃から、ペースが落ちるということは全くありませんでした。こんなことになるとは思わなかった。もうこれはね、企画としてももう超大成功です。やってよかったなとつくづく思います。いろいろと日本一周旅行についてその他感想などもたくさんありますが、それについてはまたどうしようかな、帰ってきたらまた、お話しすることにしましょうか。とにかくですね、私普段からね、あんまり視聴者に対して別に視聴者は面白いから見てるんであって、私の動画面白いから向こうは勝手に見てるだけだし、こっちは再生数が欲しくて動画出してるんだから別にそんな感謝なんかする必要はないんですよみたいなことをね、セビロチャンネルとかでも言ってるし、基本的にうちのチャンネルのスタンスはそれなんですが、今回はそれ以上に意図的に再生数を増やそうと時間を、ちゃんと意識して見てくださった大勢の方がいて、だからこそ私の再生数が向上し、まともに物を食べながら、食べられない時も結構ありましたけど、観光の体をなんとかなしつつ日本を実際にぐるっと回ってくることができたわけです。これはやっぱりね、お礼申し上げることだと思いますよ。私は今ここで珍しく感動しております。どうもありがとうございました。またこの旅の主な主題として予算の管理をするというものがありましたが、その点については結局最後の最後まで条件を緩和するということはありませんでした。うまく伝わってなくてね、一部苦情をいただくようなところも正直あるにはあったんですが、最初の頃からですね、ずっと最後まで、自分の身の回りの生活に関わるものも、全て、予算の範囲から支出するということになりまして、ただ途中、おそらく3カ所だったと思います。私の記憶している限りでは、日本トランスオーシャン航空のマイルで乗った分、那覇空港から、ここなんだっけ、那覇から、名古屋中部空港まで帰ってくる時の、0円ですけれども、そのマイル分と、それから那覇で暴風の中タクシーしか動いていないので乗ったタクシー代と、あとは先日網走で、列車が全て運休してしまいバスに乗らざるを得なかったので、そのバス代、この3つは、予算から除外、非常時のための支出ということになりましたが、それ以外は全て、本当にこの動画の中で示された金額で、賄われております。ですから、もちろん時期による多少の変動はあるでしょうし、実際には青春18切符とか北海道東ジオパスとかもっと使える時期が、ね、たくさんあればもっと予算を安くすることはできると思うんですが、40万ぐらいあればこんな旅行ができちゃうってことなんですね。すごくないですか。ぜひ皆さんに参考になるような情報を詰め込んだつもりなんで、ぜひこれで全国の情報を集めていただければなというふうに思います。そしてまたもう一点、お伝えするとすれば、これは宣伝でございますけれども、このスーツ旅行チャンネルでは今後も、皆さんのお役に立つような情報、楽しい旅行の動画などをご覧に入れてマイル所存でございますので、ぜひ今後ともチャンネル登録をしたらいただいた上で継続的なご視聴をよろしくお願いいたします。ちょうど私の乗ってきたキハ261特急がね、今旭川に帰ってきましたよ。とにかく私はこの低予算旅行をやり尽くしました。このね、旅の目的の一つには、お金を使うような旅行を最近することも多かったけれども、私の心の中の貧乏旅行を好み、それ自体を楽しむという精神は決してついえてはいないのだということを皆さんにお伝えするということも実は含まれていました。そして、私はそれをついにやりきりました。ありがとうございました。で、ただ、これはもうここで、その貧乏旅行は終了とさせていただきます。今回
回は一応日本一周の旅の最終回ということになっていますが、この稚内の駅前から始めたのだから終点はこの稚内の駅前として別に問題はないはずで、そしてこれから先は予算の縛りは一切外れるということになります。だから今からはお金使い放題、ちょっとね、現金そもそも使うことがめちゃくちゃ少ないんで持ってないからちょっとまず下ろしてこなきゃいけないんですけども、お金下ろして早速稚内の観光地、まあいつも宗谷岬行くんですが、宗谷岬以外にもノシャップ岬という綺麗なところがあるそうでして、私行ったことないんですけども、バスも大量に出てる行きやすいところですから、今からねノシャップ岬に行って、利尻島を拝むことにしましょう。ノシャップに着きました。懐かしいですね、あれ日本一周の初日、稚内に入港してきた利尻もしくは礼文、どっちから来たのか分かりませんが離島からのフェリーです。あれ多分同じ便です、あの時と同じぐらいの時刻ですからね、あの時と違って今日はよく晴れています。ここは別に日本最北端とかそういう風な名目で売っているわけではありませんが、単に稚内の市内から非常に近い、綺麗な観光地のシャップ岬、さっき見ました利尻島がまたこちら側、ちょうど逆光ですからただの影ですがそれでも美しく見えます。山の上の方にはもうすでに雪が積もっているのを見ていただければお分かりでしょうか。右側には花の町、礼文島、花の島というべきかな、縦長の島でそれほどの高さはありませんが、あちらも存在感を放つこの稚内からすぐ近くにある2つの離島です。もうちょっと南側にもね離島はもう一つあるらしいんですが、それについてはちょっと私も存じ上げません。またこちら側、いつもはあんまり天気が良くないと見えないんですが、珍しいもの、今日はカラフトも見えますよ。ポツポツポツと先端の部分だけですけれども、結構日本から目の見えるところにあります。右側の方にもまた島がちょっとこうちょこんとね浮き出ているように見えますが、あれも確かその一部だったんじゃないかな。向こうはロシアと言いたいところで、実際にロシア人も住んではいるんですが、あれはもともと日本が統治していた後、サンフランシスコ講和条約で放棄ということになりましたが、それから別に法的な根拠等はなく、ロシアが現在実効支配をしています。最果てという感じはしませんが、適度に開発をされた綺麗で安心できる観光地ノシャップ、いや初めて来ましたが天気が良ければ素晴らしいところだ。教えてくださったのは根室のヒグマさんです。ノシャップ行ってみな、面白いよって聞かせてくれたんですね。実はこのようにいろんなものがあります。向こうにはノシャップ水族館、そう水族館もあるんですよ。日本最北の水族館ということで面白い展示があるだろうと前からね来てみたかったところなんですけど、結構面白いな、アザラシとの距離が随分近い、こんな近くでアザラシを見られる場所は初めて見ました。ゴマフアザラシかな、ゴマフアザラシはこの辺りまで来るともうそんなに珍しい生き物ではなくて、さっき列車から見えました利尻島、あの辺りの海にですね、バッカイ漁港というのがあるんですけども、バッカイ漁港の辺りにはむしろたくさん住んでいて多すぎて問題になっているほどです。これがそこら辺で捕まえてきたアザラシなのかどうかは知りませんが、まあよく海で見かけるやつですよね。あ、3匹いたの。結構長い間潜水ができますんで、寒いところでも、ね、強いっていうのと潜水に強いというの、まあ、2種類アザラシの長所があるそうですが、あー、もしかしたらもっといるかもしれんな、かわいい。今飼育員さんが来たからね、なんかもらえるんじゃないかとそれで楽しみにしてますよ。これもうちょっと落ち着いてらんないって感じですね。これあんなもうこう喜び回っちゃって、結構わかりやすい生き物なんだな。鳥の方がもっと分かりやすいわ。人が一回出てきたらね、もう入り口の方をみんな申し合わせたかのように磁石のコンパスのようにしてね、ピシッとこっちばっか刺してますから、何か出てくるんじゃないかと鳥は期待するのが早そうです。こっちのアザラシはね、お金を払えば餌をやれるらしくて、まあ、アザラシの側も分かってるんですね。あ、人が来たからこれもらえるんじゃないかなと楽しみにまた寄ってきたようです。あっちのアザラシはちょっとやる気ないんだな、休憩中。もう予算の制限はなくなりましたから、アザラシの餌代も十分あるわけですけど、おお、なんかいっぱい来た、いっぱい来た。気が向いたらやろうと思ったが、これちょっとやらないと氾濫が起きるかもしれない。餌は1回100円ですが、2回分もらいまして、これは200円。たくさんもうすでに集まってきておりますけど、でもね、すぐにやっちゃこっちも面白くないというもんです。私が汗水垂らして稼いだ200円ですから。
万物の霊長が立つ玉座の上に乗りまして、今こちらから下々の州を見下ろしているところ。これ一番あれですね、おとなしく一番前に来るあの学級委員長タイプですね。ピシッと気をつけをしてます。これまず彼にあげようかな。はい、行きますよ。あっちはパシャパシャパシャと言って俺によこせって。あ、みんなついに来始めたな。はい、前習いでも、あなた一回もらったんで申し訳ないけど、なるべくみんなに行き渡らせないとね。早くよこせよこせよこせって。うわわわ、わかったわかったわかった。危ないな。ちょっともうちょっと平和に食事できないかと思うんですが、食べ物ですからね。あっち、今度は要求してる彼に怖くてちょっと普通に餌やりどころじゃない、ないよこれ。あーあー、うわー、水が来る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 。平和を愛する諸国民、あの辺にあげよう。子連れがたくさん来ましてね、私は水族館の職員と勘違いをされたわけですが、こんな格好ですからね。みんなまたこれから餌やりをたくさんするそうなんで、アザラシたちも大喜び。私が丁寧に餌のやり方などを教えてあげました。超小規模だけど結構面白いな、この水族館。まだまだ中はありますからね、まだ入ったばっかり。最北の水族館ってことでね、寒さに注目をした、多分生き物展示してんだと思いますけど、裸カメガイね、クリオネうちのチャンネルでね、紹介しました、今回の旅でも。スーパー玉出でクリオネを販売してたとか聞いて、本当なのかなあれ。これチョウザメかな、まだ随分小さい、かわいいな。小さい、これからもっと巨大になりますよこれ。野生にはいないんだ。あ、そうなんだ、これ品種改良なんですね、知らなかった。あ、違う、これあれなんだ、品種改良でオオチョウザメとコチョウザメを交配したもの。あ、そうか、それはいないわ、野生には。こちらはね、カブトガニ。可愛いかというとちょっと怖いような気もするんですけど、クモとかサソリの仲間なんだそうです。それは確かに怖いよね。ああいう兜かぶってくれてるからいいですけど、あれがなくなったら多分女の人なんか悲鳴上げて逃げると思いますよ、この生き物は。これ気になることが書いてある。現代医療にとって必要不可欠ということをご存知でしょうか。いえ、存じ上げません。そうなんだ、なんかカブトガニの血液って青いらしいんですけど、それが現代医療で、なんでも物の中に毒が含まれているかどうかというのを確認するために、カブトガニの血液に含まれる成分が必要不可欠なんだそうです。北海道の名産でもあるタラバガニ、対してこっちはズワイガニです。ちょっと多分小ぶりなんだろうな、もうちょっとズワイガニって大きくなんじゃないのと思うんですが、タラバガニの方が大型種なのは間違いありません。利尻昆布か何かをもらっているウニ。ウニの食べ物はこのような植物でして、このように今昆布の餌を食べているし、水槽の中に生えた藻なども食べてくれる、なかなか役に立つ生き物です。ウニにも実は結構触手が生えてまして、それでもって歩いたりとかするんですけど、これ今移動中、わかりますか、足の裏の吸盤を使って、右、手前側に移動中のようです。もう食事は終わったってことなのかな。対するヒトデですが、ヒトデはね、そういう植物は食べませんので、ああいったところにこう固まっていて、何を食べるか、魚の死骸とか、時には貝を襲って貝の貝殻ごと溶かして食べるということもあります。まあ、今回のこの水槽に入っている貝は多分ヒトデでは食べられないと思いますけどね。だからこのような昆布にこうみんなでこう集まっているのはウニだけ。ヒトデとウニは同じ棘皮動物という仲間ですが、食性は随分異なっています。かわいそうなことにこの糸巻きヒトデはちぎれてしまったようですが、まあ、それでも大丈夫です。ここにね、もうすでに早速触手がここから出ていますが、ヒトデというのはちぎれてもそこからまた再生することができ、まあ、そう簡単には死んだりしません、ちぎれることに関しては。だから またもう一度ね、こうだんだんあそこが元通りの形、星形になるようにうまくできているわけです。このウニは結構素早く移動しています、わかりますかね。なんか多分急ぎの用事があるんでしょう。結構早いな。またウニ、ヒトデの仲間としてナマコもまあそれに近いものではあります。ウニやヒトデほど表面の皮膚が硬くありませんが、これもね、足の裏に吸盤がペタペタついていて、それで移動する、その点では似ています。ナマコにもいろんな色の種類があるんですよね。これはマナマコという種類なんですけど、この色はちょっとピンク色っぽいのかな、
これは緑がかっています。ちょっとこの映像ではなんかね、全部赤に見えますけど、実際にはいろんな色があります。あれは白、白は珍しくアルビノと呼ばれる色素が脱落した種類です。まあ、こんな感じで遺伝子によっていろいろあるって書いてあるけど、紫ナマコ、そういうのもあるんだな。あんまりそういうのは見ませんけど、こちらは稚内とは一切関係のない暖かい南の海のお魚、熱帯魚です。水槽の中にはヒーターが入れてあって、これが消えればもうたちまちこの辺りの気温と同じように水温が落ちますから、まあ、魚たちの命も終わるというわけですが、イソギンチャクの飼育はしてないんですね。イソギンチャクはなく、ただ魚だけを飼ってる。まあそれでもね、別に大丈夫なんですけど、こういう風な南の方の魚は綺麗な色をしているのに対し、寒いところのお魚は色が地味なのはなんでなのという、やっぱりね、これ北海道最北の水族館ならではの解説が書いてありますが、寒いところだとイソギンチャクとかそういうサンゴとかそういうのが全くおりませんので、逆に岩などに色を合わせる。で、逆にサンゴ礁のあるところにはサンゴ礁に色を合わせてカラフルにした方が、魚たちは自分たちの存在を隠すことができる。だからそのようなカラフルな色になりがちなんだそうです。なるほどね。こんな風になるべく自分の色は目立たないように、それが最も好ましい生き方なのだということを動物たちが教えてくれます。 YouTuber は頑張って自分を目立たせようと努力します。1月の稚内の海面水温2度、意外と暖かいんですね、実はね。7月はでも14度、これは低い。稚内はそうですが、東京はね、7月24度、1月は18度、まあまあ暖かいですよね。で、枕崎あたりになると、これは九州の南端ですが、これが21度っていうから、まあこの辺だったらもう熱帯魚も水面の方だったら生活できちゃうんだな。沖縄はもうこのように亜熱帯、通年暖かい海に住む魚がのんびりと暮らすことができます。この辺りに住んでいる魚が日本海流によって運ばれ、この辺りの海までやってくるということがよくあります。紀伊半島や房総半島では、熱帯魚が運ばれてくるのを見るんですが、それは冬になると死んでしまうので死滅回遊魚という悲しい名前が与えられているのです。しかし最近では気候変動のせいか、本来は暖かい海に住むこの石垣台など、そういう、まあ、南方の魚が稚内周辺でも水揚げされることがあるのだそうでした。これはね、まあ、この近辺の稚内より少し南東に行ったところにあるサルフツがなんか上がったらしいですけどね。可愛いけどこんなところまで流れてきたんだな、この魚は。お友達いなくて寂しかったでしょうと言いたいところですが、魚はあんまそういう気持ちはないそうですね。またこの水族館の売りですが、大回遊水槽、結構大きい、立派だ。すべて寒いところに住むお魚ばかりです。これがなんだかは私わかんないんですけど、こいつだけ逆向きに泳いでるな、結構強そう。みんな頑張って、うわなんか迷惑なやつが来て、空気読めをみんなして避けているのが面白い。知り合いの顔を見つけたようで U ターンして一緒に泳ぎ始めました。たまにああいう空気読めないやつがいいんだな。まあちっちゃいやつならいいけどね。ああ、これが伊藤か。伊藤ってのはね、よく幻の魚という言葉が冠につくわけですけど、まあ、割といろんなところで幻の魚伊藤とか言って展示されているのを見ますが、これもそうなのかな。鮭とかに似てるけど鮭じゃないよなと思って見てたんですが、岩手、青森で生息していたものは現在絶滅し、北海道、青森にて貴重な魚として、展示されているんだそうです。あ、そうなんだ。日本産の海水魚の飼育というのは極めて難しいので、私も飼ったこともないし調べたこともないから、だから正直知識が乏しいというのが実情です。熱帯魚については結構詳しいんですけどね、今回の旅では水族館に入るお金がなかったのであまり皆さんにご紹介できませんでした。これはカワハギ、ずいぶんいっぱいな。これもまたね、海流に乗って登ってきたりとかするそうですよ、寒い方まで。北海道に多いというメバル、寒いですからね、なるべく体力とか餌とかも少ないんだろうから使わないようにして、こうおとなしくしてるんでしょう。ピターっとくっついてます。確かにね、こんだけこうごっそりいると、これだけくっついてるとね、スイミーじゃないですけど大きい魚なんかもちょっとビビりますよね。これは魚好きなんでついつい喋りすぎるわけですが、こっちに青少年科学館ってのもあるんで、ちょっと見ていきましょうね。これもこれは今音を形で見てみようってことをやるらしいんですけど、パイプにスピーカーの音を流しますよ、これね。はい、おすごい、これが周波数というやつか。
はあ、へえ、あ、こんな風になるの？あ、結構ハマるな。国立科学博物館みたい。おお、これは懐かしい。あの模型ですけれども、今回の旅でも見ました、浜金谷のところでね来たやつですが、南極観測船のしらせ、こういう風になってんですね。5003って書いてあったからね、あの皆さんもそのシーンを覚えてられるんじゃないですか。こういう風に長旅をすると、あ、あそこで見たあれだってのがいっぱいできる。それはねすごいところ。海上自衛隊の旭日旗が後ろにたためきます。あ、こんなヘリコプターをね、小さいけども搭載できるんだ。それはそういうの必要ですよね。なんかね、やたらここは南極関連の展示が充実して、なんでこんなに、まあ、寒いからっていうつながりかなと思ったら、もちろんそうなんですが、あのここにもですね、宗谷という第一次南極観測船、これ一番最初の時の船、宗谷って名前がついたみたいですけどね。これね、あの犬ぞり隊というのを南極であの組織して、あの太郎次郎とかね、有名な犬もおりますけれども、それはあの全部稚内などで訓練をしていったんだそうです。南極に初めて観測に行ったのは1950年代で、まだ国際社会に復帰してるかどうかみたいな、その頃だったそうですが、その時にじゃあ日本が連れていくものといえば、南極観測の犬はカラフト犬、この辺りの地方のですね、寒いところに強い犬を、よく訓練して、ソリを引っ張って、それで、南極の中を移動していったそうでした。だからこんなに充実してるんですね。結構南極のこと知りたいんだったらね、来る価値のあるところなんじゃないかなと、今初めて来た私ですけども思いますよ。いや、面白かったです。あのね、アザラシショーなどもやってて、ちょうど帰ろうとしたやつなんで全部見てたんですけども、あんまりアザラシはイルカほど頭がよくありませんのでね、言うこともちゃんと聞かないと、なんかお互いにショーの途中に喧嘩始めたりとかね、なんか全然違う方向に行ったりとか、輪投げの輪っかをなんかどっか持ってっちゃったりとか。はい、息を合わせてくださいね。はい、どうでしょう。でコローンと転がってもらって、この状態でですね、お腹周りですとかね、触りながら勝手にやめないでね。はい、よし。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、バッチリですね。はい、上手にボールを持ったままね、スタート。面白かったんですが、しかし帰らなければいけません。夕方の5時発の飛行機で行くことになってますんで、まだもう少し時間ありますが、あと2時間、まずは食事かな。よし、まだやってるね、営業中の上りで。店は何、ここちょっとさすがにこの範囲のなと思ったですね。これではありません。これもうちょっと向こうへ裏へ回り込んだところにあるんですが、ここにですね、こういうハンドメイド、ホームメイドな感じの看板も立てまして、のしゃっぺようこそ、食事と休憩のできる鮮魚店、新鮮漁師の店、安いと書いてあります。やっぱ予算の制限がいくらなくてもね、安いというのはいいことです。私旅行行くときはね、基本的に名物とか食べるときは安い店で食べてますね。安い店で食べても高い店で食べても味の違いよくわかりませんので、じゃあ安い方が良くないとね、あんま有名店とかの口コミとかそういうのは当てにしません。とにかく安さだけを求めていて、それ失敗したことないんだよな。安い方が良くない？きたきた。まずね、通されたらこんな感じで、主なお店とはまた別になっている、すぐ大人に立ってるんですけども、この食堂のところですね。これですよ、これ美味しそう。いくら丼ですね、これ1800円。ちょっとやっぱ値段はするにはしますが、これ値段に見合う味が、いやこれも食べたかったなあ。ずっとね見ながらね、観光地行って美味しそうな名物食べる人は心配にね、お腹減ったーってのやってました。これホタテの貝殻入ってるの、ホタテ入ってるのかな、この味噌汁。これはね頼んでないんですけど、注文毎回出るのかな、そんな感じでしたけど。あとはこれだ、ホタテのお刺身。いや美味しそうじゃないですか。あ、いいね、最高だね、幸せだ。あ、いただきます。朝からあんま駅弁食べただけで、それ以降お昼抜きだったんでね。いや、うん、おいしい。新鮮なイクラというのはね、糸を引くんだとお世話になった神さんがおっしゃってましたが、新鮮なもんだってな、見れば分かる。隙間なくもう食べちゃいましたけど、一口敷き詰められてる。うん、久々に味わう感動だ。一応最終回なんで、最終回っぽいこと言っておくと、
私も最近今回の旅行でもそうですけど、昔は良かったって思うことが増えましたね。本当にあのこんな20歳でそんな思うなんてどうなるって思うんです。21歳かもね。行くよ。とね、将来また今のこの時を思い浮かべて昔は良かったってまた思い返すことあると思うんですよ。特に今私は自分がまだ衰えるということを全く経験してないからそう思えるんですけど、10年20年と経つとね、きっとあ昔はまだ若かったなってそういうふうに思えると思うことがね来ると思うんですよ。でそう昔は若かった、ああ昔は良かったなって将来思うであろう時が今だというふうに考えると、やっぱりね、あのこれはもう確実に言えることなんですけど、あの何とかして今のこの非常に将来と比べれば恵まれたこの状況を楽しまなければならないんだと、そう思いますよ。本当にもう私は5年ぐらい前かな、このことに気づいたのはね、5、6年前ですけど、そのことに気づいてからはね、楽しめることは多分フルに最大限楽しんできたと思うんですが、若さも全部享受したし、鉄道の素晴らしい時代のそのギリギリ最後を私は享受できたと思っているし、だから将来自分がおじいさんになったりとかした時もきっとその時今のような若さ、はつらつとした感じはもう失っているでしょうけど、でも自分は若い時その若さはもう十分に満喫したんだから悔いはないと言って、おじいさんならおじいさんなりの若さをまたきっとその時味わっているんじゃないかな。皆さんもこの動画をご覧になっている方の中には60代70代の方もおられると思うんですけど、そういう方だって、まあ、私からそういう人生の経験を多く積まれた方に申し上げられることは本来ないかもしれないし、こんなことは分かるとは思うんだけども、そういうことだって、そういう方だってやっぱり今が大事だっていう点はそれは変わりませんからね。おいしい、このホタテ観光地で出てくる本当に美味しいものしっかりお金払って食べろ。美味しいですねこれ。こんないいものがあったのか、うん、でもね、私はあのおかげさまで本来であればなかなか両立することができないお金があるということと若いというその両方の経験、あの両方の武器をなんか一つ一度に両手に持って使わせてもらってるんですが、それはね、自分があの天より授かったあの、まあ、動画作る才能なんだか動画を戦略的に出す才能なんだか喋る才能なんだか分かりませんが、まあ、そういったものと、まあ、ものすごいなんかお金持ちの裕福な家に生まれたわけじゃないけど、でもまあほどほどの家に生まれ、うん、そういうラッキーがいろいろ重なってこんなことになってんだろうなという自覚はあるので、きっと今後はね、また自分の若さを生かしながらお金があることも生かした旅の様子を皆さんにご覧に入れることになるんだと思いますけど、まあそれをする方はね、やっぱ、うん、こういう持って生まれた幸運な状況をいろんな人に分けていきたいなっていうふうには本当に思いますよ。うん、うん、言ってなかった大事なこと、あのこの場を借りてお知らせですけども、この日本一周ですが、もう一回やりますんでね、もう一回やります。2周目、今回視聴者の皆さん、あこれお金ないからまあ今回は行かなくていいかな、お金ないから食べられないんでこっちでちょっと我慢して、こういうケチり方があります、なんかちょっとこう見てて、お金本当は持ってんだからそこ使ってよとかね、いやそこでこういうものを食べないで、いやそんなケチることなんかスーツさんには求めてないから、どんどんいろんなものを紹介してほしいんだけど、そういうふうに思われた方多かったはずですが、私はねそういうご意見とかコメントとか読みながらですね、うん、そう思うよね、でも大丈夫、次があるからと思ってました。まあ実を言うと、この日本一周旅行を始める前から、これは2回やる計画だったんですが、
2度目の日本一周では私の知力、財力、体力、そういったものすべてですね、総合しまして、時間もしっかりかけて、より上質な動画を皆さんご覧に入れられたらと思います。一方で今回のものに関しては、私の若さと体力をフルにどこまで使えて、この旅行を面白くできるかという一つのチャレンジとして私は楽しみました。2週目の日本一周旅行もよろしくお願いいたします。ただし詳しいことはまだ決まっておりませんし、今度の日本一周はちょっと一度に全部ぐるっと回るという日程を取ることは難しいかもしれません。この点についてはまたご相談させてください。しかし次の出発点がどこからでゴールがいつになるのかよくまだ分かりませんが、きっとまた皆さんを楽しい思い出にお連れすることができると思います。いいね、これ無料でついてきたんですよ。ホタテのお味噌汁、ホタテですよこれ。次回の旅ではこういったものはたくさん食べ放題。いやー楽しみだなこれは。あ、そうだ、もう一回やるにあたってなぜお金のない方を先にやったのかというと、その方がね、自分の感覚をもう一度引き下げることによって、それぞれの、お金を使った贅沢な、まあかなりの贅沢な旅になるでしょう。無駄にお金を使うわけではないけれど、しかしかけるところにはかける。その旅のその、お金があるお金を使って旅をすることのその幸せな感じをね、より、12分に体験できる、共有できるだろうと思ったので、一旦まずは自分の価値観をとても下げておくことにしたのです。よし、分かった、ごちそうさま。あ、漬物食べ忘れてた。もうこれでいいよ。あ、頼む。よし帰ろう。今日は一日利尻富士に見舞われる旅です。帰りは稚内駅までバスで戻ります。まあ、タクシーもね近くにいたようですけど、でもあんま無駄にお金使ってもしょうがないんで、予算の制限がないったって、お金使わないに越したことはありませんから、まず稚内まではバス、そして稚内から空港まではタクシーで行こうと思います。まあ本当だったらば稚内駅から空港まで宗谷バスの運行があって800円ぐらいで行けます。対してタクシーで行くと空港までは確か4000円ぐらいかかるんじゃないかな。なんでそれをわざわざタクシーで行くのか、もちろん理由があります。空港に着く前に1箇所寄り道をしたいからです。非常に気になっていた場所がありました。稚内の市街、やっぱり南稚内駅周辺の方が随分栄えてますね。全日空ホテルがあったじゃないですか。運転手さんもそんなことしちゃってました。あのホテルが稚内って言ったら一番いいのはあそこですかね。まあ、大体いつもねタクシーに乗るとこんな感じで運転手さんとおしゃべりするんですけど、今回私 YouTuber なんですよみたいな、そんな話もしましてですね、いろいろと親切にしていただきました。本当にありがとうございます。で、空港に着くちょっと手前なんですが、メイン道路から右折をしまして進む先は大沼公園です。一度うちのチャンネルでもご紹介しましたが、この先にある大沼では毎年春と秋の時期になると、北へ向かう、もしくは北から来た渡り鳥、主に白鳥ですが、それが中継の場所としてここで休むことになっています。この辺りで前に来た時にはもう恐ろしい数の白鳥が大量にいたんですが、残念ながら見るとちょっとカモメが飛んでいるだけ。まだ早かったのかな。なんかね、朝にはね200羽とか400羽とかなんかすごい数いたらしいんですけれど、まあ、うちのチャンネルで過去にご紹介しているんですけどね、稚内の動画多分調べていただくと鳥が大量に出てる動画あるんじゃないのかなと思うんですが、なんだ鳥はいないのか残念と思っていましたが、まあ、しかしですね、利尻島とその風車の様子とか見てたらば、あっちにいますよと教えてくれた方がいまして、これですね、この辺すごいですよね。これは奥に、まあ、ちょっと手前ではなくてね、奥の方にいてしまったのが残念なんですが、まあ、本当のシーズンになるとあれの何十倍も来るわけでして、私も見た時ね、あまりにも混沌としており、もう本当に唖然としたものですが、まあ面白かった。これちょうどですねシベリアの方からやってきて、まあ餌がなんか南の方とかにこう取れるようになるから、それで渡り鳥っていうのは南に行ったりするらしいんですけれども、こんな感じで今ちょうどシベリアから来てここで休んでいたその一部の集団がまた南へ向けて旅を再開するところのようです。それはやっぱり途中でね、あそこがちょっと休憩に手頃だなという場所で降りて休みますんで、他にも秋田駅の十文字、秋田県の十文字とかね、そういうところで鳥が休む場所っていうのは有名ですけれど、
まあ私が行ったようなところはここ結構稚内空港から本当に近いところにあって、まあ、歩いてもね、3、40分ぐらいで確か行けるんじゃないかな、まあ、そういう場所なんで、多分今ちょうどこの動画が出ている10月の中旬下旬、まあ、それぐらいが鳥も多くなるんじゃないでしょうか。私前に行った時は4月の確かね、ゴールデンウィークが始まる前、4月の中旬とかだったかな、それぐらいに稚内に行った時ね、猛烈な数を見ましたよ。もう本当にあれはすごかった。鳥はこれでまた日本の南の方へ向かったのかなと思いましたが、どうもそうではなく、またね気分を変えて戻ってきたようです。そして出る時にはまた今度現れたのはキタキツネ。これね、稚内の街中とかでね、あの前信号を守ってねキツネが歩いてるの見たこともありまして、結構尻尾がふさふさで可愛いんですけれども、はあ、こんなところにいるのか。運転手さんもね、あの私の撮影に協力してくださいました。ありがとうございます。本当にキツネが多いんですね、この辺は。そんなことを言ったらですね、またあのキツネがその話をしていたすぐのところに出ました。稚内道北は本当にキツネが多い印象があります。まあそんな感じで運転手さんとも楽しいお話をしており、有効に使ったタクシー代の4000円、これバスだとねキツネとか見られませんから、いや良かったなと思ったんですけども、着いた稚内空港、さあもういよいよあとは帰るだけです。本当に今日一日この素晴らしい夕日とともに利尻島を眺めることができるのもまた本当に嬉しいことですが、なんと運の良いことでしょうか。最後に乗る飛行機は全日空東京行きと言いたいところなんですが、あの東京行きは1日に1便しかありませんで、でこの動画一番最初のところでは東京からの全日空機でやってきましたが、本日は千歳空港で乗り換えとなります。稚内空港からは東京行きの飛行機以外基本的に小さなプロペラ機の運航です。まあ、しかしこのプロペラ機もなかなか快適だし、まあ、小さいからよく揺れますけれども、その代わり割と細かく動いてくれてね、あの空を飛ぶ楽しみを教えてくれる、そんなタイプのものでもあります。なお新千歳空港までは当日の割引でおよそ1万円でした。まあ、これまでのね、予算の設定の中ではもう全く利用できない超高級な乗り物に乗っている、まあ、その実感は私も湧いていたものです。まあ、下に見えるこちらはもう宗谷岬の西側になっていますから、一応日本海ですけれども、あの先端に先ほど訪れたノシャップ岬、そして今眼下に稚内の夜景が見え始めようか、そんなところです。本当に美しい夕景、こんなにいい景色を旅の終わりに見ることができた、こんなよくできた話あります。あの視聴者の皆さんもね、この景色の素晴らしさよくお分かりいただいていると思うんですが、動画このね、私が今撮ってる動画、あの実際にはもう尺がね、あのこのシーンずーっとカメラ止めないで撮ってたんで15分ぐらいあるんですよ。カットをせざるを得ないのが非常に惜しかった、まあ、そんな素晴らしい光景でした。利尻島方面も素晴らしかったですが、またこちら稚内のささやかな夜景、これも素晴らしいし、右下には鳥たちが行こう大沼も見えます。空はこのように本当にこんなに暗くなるんですね。飛行機から見る夕日ほど美しいものなかなかありません。雲を横に伴う、これは利尻島、もうこれでそろそろこの稚内周辺の景色ともお別れです。こんな絶景の玉手箱みたいな場所、天気が良ければ本当に稚内周辺の観光は楽しいところです。こちらの礼文島は花の島として知られています。今回は予算が絶対にもう合わないので訪れることはできませんでしたが、まあ、しかし視聴者の皆さん、まあ、これ私は本当に今度こそ礼文へ行こうと思っておりますので、ぜひ私の次の稚内来訪をお楽しみに。左前方に見えておりますのは旭川です。飛行機からね、この自分の通ってきた街が見えた時、まあ、これは本当に空の旅をこう、あ、これ本当に楽しいもんだなと思わせる、そういう瞬間だなと思いますけど、やっぱ飛行機っていうのは地図と一緒に乗って、それでなんぼですかね。そしてまた窓側の席に乗ってこそその楽しみが十分に発揮されるというものです。右側、こちらは石狩湾に面する大都市札幌です。まあ、札幌だけではなく、おそらく江別とかその周辺の街の明かりも全て一つにまとまっているものだと思いますが、本当に見事な景色です。もうちょっと左の方に向くと、おそらくだんだん札幌の中心部に近づいてくるはず。航空用の大きな高いあのビルの上につくね、あの赤いランプがありますけども、それが多く見えてくると街の中心部というイメージ、まあ、大体今の画面の真ん中が札幌市中心部でしょうか。
そして飛行機は新千歳空港に到着。この空港で乗り換えということですが、私の朝送り出してくれた JR 北海道の友達がわざわざ札幌から私のために見送りに来てくれまして、私もお礼に、もう予算は関係ないですからね、千歳空港名物のエビそばをご馳走し、私も美味しくいただきました。そして短い時間でつるっと平らげ、そこで別れの挨拶もし、また北海道に来た後はよろしく、まあそんなことを言って、これが最後の乗り物です。東京行き全日空78便。いやなんか最後に飛行機に乗るとね、あの飛行機ってなんか普通席はもうそれだけだと最近は慣れてきちゃったんで、最近はどうも思わなくなってきていたんですが、やっぱ全日空の普通席ってのはね、高級な乗り物ですよ。もう今回は本当にそれをひしひしと感じました。しかし今回は皆さん今映像でお分かりいただいているかもしれませんが、あえて上級席プレミアムクラスを利用しました。プラス15,000円の追加料金。もうそうそうは乗ることがないだろうと、まあこの間私も行ったばっかりのような気がしますが、今回久々に乗りましたかね。機内食もついています。別に機内食を食べる必要はなかったのですが、ずっと今までひもじい生活ばっかりしていたので、贅沢というエネルギーを自分の中に流し込んでおきたかったのです。しかしこれは思いのほか贅沢な感じだったので、これで十分お腹いっぱいになりました。本日のメニューはこんな感じ。これ多分ね、秋のお魚とかそういうものをたくさん詰め込んでいるんでしょうね。秋料理って感じかな。これから東京に帰ったら思いっきり贅沢するぞと思っていたんですが、でもね、なんだか今日一日、まあ、割と普通か、まあ、むしろ豊かぐらいの生活をしますと、いやもう別にいいやと思うようになりました。なんかね、意外と私は低コスト体質なようでね、そんなに贅沢しなくてもやはり満足できるようです。いやまあともかく良かった、嬉しいことです。飛行機の中でこれほぼ完成したんですけどね、この旅の全行程のルートの線。いや本当に長い旅をしてきたんだなと、それはね本当につくづく思いますよ。視聴者の皆さんには改めてお礼申し上げますが、本当にこれまで応援して再生数を増加させようといろいろお手伝いいただいたこと、私は分かっております。ついこの間スーツ交通チャンネルにて、この日本一周旅行はもうすでに終了したというお知らせをさせていただきました。それから毎日の日本一周旅行の動画の再生数は随分と減少しました。私はそれを特に大きな問題だとは思っていません。皆さんも多分この長い動画、それを毎日毎日再生数を増加させ、私をまともな暮らし生活水準のもとに旅行させるということ、そのためにですね、結構なお手間を割いていただいたんだろうということを私は分かっております。もうそうする必要がなくなったから、無理して私の再生数を増加させようという動きがなくなり、それによって日々の再生数が大きく減少したのだろうと思っていますが、土曜日曜などになると、その再生されていなかった動画の再生数が急に上昇するという傾向が見られ、やはり皆さんの時間のある時に日本一周の動画をしっかりと見ていただいているということも、それもまた分かっているし、大変嬉しく思います。今後はね、あんまり長い動画を今回みたいに湯水のごとく投稿するということはしませんので、ぜひ時間のある時にまたスーツ旅行チャンネルをお楽しみください。今回はおよそ60日間2ヶ月にわたり、この私のチャンネルと、それから私の日々の暮らしを応援また支えてくださって本当にありがとうございました。それでは今回はその皆さんへのお礼の意味も込めて、かなり無理して一生懸命突貫工事でですね、制作いたしました最後のエンディングクレジット、うちのチャンネルの毎年恒例、そして売りの一つだと思っておりますので、お楽しみによろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
Thank you.